お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。天地を喰らう2、第11回目になりました。前回、北部慶州の平定を完了したところでしたね。呂布の出現で、苦労しましたが、なんとか突破しました。今回は、南部慶州の攻略に入っていきます。最後まで、ゆっくりしていってね。お、いきなりレベルアップ。ということで、まずは、洞窟を抜けるところからになります。少し見えたけど、宝箱がいっぱいありましたね。しっかり回収しておきましょ。金はいらないんだよな。金しかないのかねー。そうそう、こういうやつが良いねー。ま、剣はいらんけど。防具が一番助かるー。あら、まだ、革の帽子を装備しとるな。これは、出口付近に先に来ちゃってますな。下側の回収に戻りましょ。アイテムか。そうそう、防具は良いですねー。ま、拾わんでも、買えば良いんだろうけどねー。遺跡の装備がひどいな。
まずまず、良い防具が拾えましたね。習得品は、これで終わりだね。それでは、洞窟を抜けて、攻略していきましょ。さて、抜けたので、まずは馬用の寄りかな。遺跡のおかげで、さらっと入れましたね。なるほど、その通りに進軍していきましょ。できれば、一緒に平定してほしいんだけどね。ま、こっちに任せる感じなので、早速、平定に向かいましょ。所詮は、霊霊の砦からですね。救援の計略に注意しつつ、戦いますかね。ま、総攻撃でも良いんだろうけど、この後の、攻城戦があるので、慎重に戦います。中層さん、やばいねー。なんとか、間に合った感じだな。
なかなかの、凡戦中ですねー。遊園やっつけたら、突撃しますかねー。と思ったけど、突撃じゃあ。無事に突破できたけど、案外苦労しましたねー。それでは、工場戦ですねー。回復しようか、迷ってます。このまま、工場戦に行くことにしましたさっきの二人に、誘導が追加ですな。そして、シューカー劣勢からのスタートなので、慎重に戦います。まずは、誘導の計略を警戒かな。あれ？収装が何か食らってますねー。攻撃したってことは、罹患の刑を食らってるのかな？なかなかの苦戦をしそうですねようやく、正気に戻ったねー。なかなか、体勢が整いませんが、反撃していきたいなー。炎熱、いいダメージですねー。炎熱のおかげで、楽になってきましたねー。
炎熱の系、優秀だな。火種も減ってきて、安心感が出てきましたね。これで、ちょっと優勢になった気がしますねー。お、今さら、陣形ですか。では、遊園と軽動 A をやっつけますかねさすがに、もう楽勝ですな。ま、怪人を優先してから、突撃ですねー。それでは、突撃じゃあ。ということで、霊霊の攻略、完了です。さて、回復して、探索と情報収集ですね。あれ？わざわざ数えたんだけど、この辺に何か落ちてたはず。記憶違いですかねー。あった。Thank you.
次は、軽量ですか。それでは、軽量に向かいましょ。お、ムラがありますねー。なるほど、まだ見えてなかったけどねー。それは怪しいですねー。なぬ、また呂布が目撃されてるんだねー。知らん名前だけど、豪傑なのか。外で、待ち構えてますな。お、豪傑の二人。あらま、素晴らしい豪傑っぷりですな。計略で削りますかねー。炎熱の系が優秀だから、楽に戦えますねー。計略のおかげで余裕がありましたー。あとはサクッと終わりましょ。逃げましたか。中で一悶着ありそうですねー。ん？怪しいですねー。出た、
孔明だけってのが、怪しさ満載ですな。孔明は、頭いいのか悪いのかわからんねえ。やっぱりねえ。お、よく登場。力が強すぎですねー。結局、全員、一撃でしたこれまた、怪しい提案をしてきましたねー。そして、すんなり認める孔明。嫌な予感しかしないんですけど。ま、一応任せてみて、次の準備ですねー。ひとまず、探索と情報収集しましょ。次は、西の奉行ですねー。わかりますー。鉄の兜。これで、川の帽子とはさようならかなー。いや、まだかこれは、裏切るフラグっぽいねー。ということで、今回は、南部慶州に入って、二条を攻略しましたー。次回、武陵の攻略から再開ですねー。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。